和田秀穂は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。鹿児島県出身。日本キリスト教会の牧師、和田周豊の次男として生まれる。海城中学校を経て、1906年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月に、海軍少尉任官。海軍大学校をつし、同専修科を卒業し、 高崎丸分隊長となる。松江公会長などを経て、若宮丸乗組として第一次世界大戦におけるドイツとの戦闘に従軍。イギリス・フランス出張、イタリア出張、若宮県横須賀海軍航空隊教官などを経て、1919年12月、海軍大学校を卒業した。以後、横須鎮守二付、海軍省軍務局大参加局員。 霞ヶ浦航空隊副長、佐世部航空隊司令、横須賀航空隊司令、法省、赤木野、各艦長、横須賀鎮寺二付、海軍航空省飛行機部長などを歴任し、1932年12月、海軍省省に進級。霞ヶ浦航空隊司令、第一航空船隊司令官、旅順洋光部司令官などを歴任し、1936年12月、 海軍中将に昇進。軍令部出資を経て1937年12月に大名となり、予備役に編入された。著書に海軍航空師和がある。大日本帝国海軍の水上規模艦若宮所属の2期のモーリス・ファルマン水上機1914年、海軍航空隊に所属していた和田は、フランス製モーリス・ファルマン水上機の操縦士として第一次。 世界大戦に参加している。登場したのは輸送船を改造した水上規模艦、若宮丸で70馬力と100馬力のファルマン機を各1機解体した70馬力2機の計4機を搭載していた。若宮は1914年8月23日に横浜を出港し、9月1日に甲州湾外に到着した。悪天候のため待機を余儀なくされ、 ようやく5日に100馬力で3人乗りのファルマン機の操縦士として初出撃を行った。湾内には巡洋艦、カイゼリン・エリザベート特築艦 S、S90、小型砲艦を確認し、機とで新倒しの無電所を爆撃している。この時、地上から激しい銃撃を受けて、ファルマン機の翼の小骨が折れ、翼布が剥がれ始めたので、海面を這うように帰還した。 9月6日、チンタオ要塞の偵察に出撃。イルチス砲台を爆撃し、付近の兵舎から白煙が上がるのを指認している。16日前後から爆撃の種目標を S90 に置いたが、最後まで一発も命中しなかった。一度、八三地爆弾十発を持って狙ったが急旋回され、そばにいた水雷不設艇を撃沈したのみであった。9 10月の2ヶ月間に49回の飛行を行い、199発の爆弾を投下した。そのうち命中したのは8発で、16発が不明となっている。11月23日、加藤貞吉地に艦隊司令長官より感情を送られている。この爆撃は、機体に紐で釣った爆弾をその紐を切って落とす方法でいった。敵機に遭遇した場合は、 拳銃で撃墜するつもりであったという、一連の作戦行動は日本初の航空戦であった。ありがとうございます。